昨日も 2.6 ホグ格上がり道で、あのおやすも絶賛。ケンズ飯の 2.6 ホグ、ほんわかマルチ編、今日、始まるよ。ヘイヨー、ケンズ飯です。今日ね、グラウンドくるんですけど、今日はですね、昨日なんか格上がり道で 2.6 ホグ使ったら、意外といい感じに立ち回れて、なんか俺もコツつかんだような気がするので、まあしっかり調子乗っていた、行っていこうといったところで、今日はね、このほんわかマルチで使っていこうと思います。まあシーズンね、終盤リセットされたってところもあるので、当たる人はね、ピンキリだと思うんですが、俺の 2.6 ホグを世界へと見せつけてこようかなと思います。ということでやっていきましょう。まずはよろしく。さて、集中していくぞ。ガチで。おい。あれだぞ、マジで。うん、そうだぞ。さあ、マスケ、相手も26ですか、これは。くしくも、同じ。同じかこれは。ん？どうなんだ？アイゴレ出して、まあ、ホグいきます。ランパ、バルーンですね、これ。バルーン。違う。やっぱあるんだと思うけど、ね、はい、マスケ出します。ん？人技か？いきます。これ相性めっちゃいいね。はいはいはい、延命でランバーしかいないんで、オッケー、よし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 。でウッド使ってアイスピーで攻撃をしましょう。どうやこれ、相性いい、トゥワイエトゥワイエ、いいんじゃないでしょうか。めちゃめちゃいいぞ。さあ5打っちゃいましょう。もうこれも5をウッド圏内入ってるんで、しっかりと。はいはいはい、マスケ出す。大砲出す。アイゴレ出す。で完封はさせないんで、俺が。まあ、捨ててくるでしょう。オッケー。スケで寄せます。寄ってるから。大丈夫、大丈夫。はい。うん。わかってるよ、そのくらい。おい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 、26使いですか俺は。ねえ、え、26使いですか俺は。ん、ケツオグな、これ。普通に2周目回す、今から。はい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 、26のオナニータイム来ました。26のもうノージグ出して、あーよいしょー、ホグ2周回ってます。グッドゲームですね。あ、ということで、まあこれは相性いいんで、まあ普通になんかもうなんだろう、負けないよね、これは。普通に負けないっていうか、まあもう分かりきってた、普通に。うん。あ、人技か。ほな、勝ちますね、言うて。さあやっていきましょう。相手12ですね。初手ホグ飛ばすか、これ。な、飛ばそっか。うん、飛ばしちゃって。いきましょう。さあ。これ、アイゴレと、アイゴレと、アイゴレとマスケで受けつつ、まあ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 、言うて相手が使ってきたエリクサーの割と、まあこの俺の刺した初手ホグ、まあこれを加味したら、もう誰が何と言おうがダメアと取ってるわけですよ。え、ここでホグ飛ばすやつは二流。高回転ホグってホグ2周早く飛ばすゲームじゃないんですかって思った、少ないので二流でございます。いいか、一流は待つんだよ。なぜならカウンターが来るからだと。そういうこと。ファイアボー打ってあげて、はいはいはい、スケでいなしつつね、これでローリングッドで美味しく根こそぎ持っていくと。はい、もう分かってんだよね。あ、ちょっ
っと待って、ラバナ、なんでラバナ、ダククリも入ってベビドラも入ってラバナも、そっか、いや、タゲがどうなってんだこれ、このターゲットどうなってんだ。騎士さんも絶賛。はい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 、ああ5打っちゃうんだねそれ。うーん、いいじゃん。コグ逆いくかこれ。ここでこっちに飛ばせるかどうかめっちゃ大事だよね。うん、オッケー、アイゴレ出してマスケ出してあげて、ホグ飛ばす、やだ、まだ負けてねえ俺は。まだ負けてねえよ。まだ負けてねえ。お、いけ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 。頼む。あら、たい。いやまあ。え？あー惜しいな。いや惜しいな今の。あー惜しいな、まあ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 。まあ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 。一回ね、まあ接戦を演出。いやちょっと待って、マジで悔しいな。普通にいけると思ったんだけど今。惜しかったな。ちょっと5でもちょっとダメージ抑えるべきだったか、早めから。まあ学べることは強さの秘訣。オッケー。はい、バルキリー来ました。うん、アイゴレで釣るかこれ。アイゴレで釣ってあげて、スケドラなんぞ。こうですよ。んでよいしょー。で、ファイブ構えて。おっと、これは相手、無視か。スケブ？いねえ。マスケ出して、スケドラ切ってバルキ行ったでしょ。バルンワンチャンある。ファイブ打ってくれ、ザップ持ってた。一旦これ攻めましょうか。 OK、 これはだいぶ入るはず。マスケ出す。OK、 これは勝ちたいよ。行きましょう。スケブいるんか。ただこれはラバ出せないはずなんだよね、俺は思う。出せないはず。 OK、 もう一回いきます。よいしょ。バルキリー、ファイブを使った。いけるんじゃない？
え、勝ちましたじゃん。はい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 、はいのはいのはい。え、え、ちょ、え、はい。え、やるくね俺、普通に。俺戦えるくね26。え、なんでマジで、どうした俺、何、ジャックと寝た俺昨日。大丈夫。え、今のさ、あそこのホグウッドでバルにファイボでアイスピーアイゴレで寄せて許容、鬼の許容からの、え、いいじゃねえか、気持ちいいな。26、26って見てて気持ちよくないですか。これだけっすか。そうっすか。じゃあいきます、ホグいきまーす。よいしょ。もう序盤はね、読みません。これね、はいはいはい、まあ楽しませてくれるじゃねえか、普通に。ウッド、はいはい、ウッド使ってあげて、まあこれマスケからいきましょうか。あいつに合わせるためにこうボーリング。で、アイスピは出しておこうか、出しておきましょう。はい、で、ボンバーで許容してきたんかな。ってことはトルネがある。まあ、飛ばしておくかな。飛ばしておきましょう。ああ、ゴボリか。これ、ウッドとアイスピだけで守るか。ウッド使って、アイスピで守ってあげて、エレジャイでしょ。大砲とマスケうまく位置して、ファイアウォール防衛もうまく使ってって、ホグにつなげていく感じでいくか。大砲からいきます。これで2周目回したい。守った。ゴボリ、あーいねえか。さあライティング使った、おいしいよこれ、めっちゃおいしい。もう一回エレジャイからクリティする。ここで回してあげて、トルネがない。ウッドで弾く、一発入れる。守ってる。アイゴレ出す、ホグ行く、ライティングする。おいしい。じゃあこの大砲は絶対突破されない。待って、逮捕つけてる。
惜しいなぁ。いやぁ、惜しかったな、今のマジで。いやぁ、裁縫ミスっちゃったなぁ。悔しいよ。さあ、ということで、いやぁ、マジでエレシアイに負けたの本当に悔しいんだけど、26ね、ワンチャンあるから、今後も定期的に使うわ。おもろいわ、このデッキ、マジで。うん、おもろいし、見ててもおもろいはずだから、ちょっとね、26のなんかこう、可能性が出てきた段階でね、しっかりとね、この26も仕上げていこうと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。おつみし、バイバイ、またねー。 Bye.